とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーがあと2日で更新ですね。はい、ということで、今日も回っていきましょう。今シーズンのタワーの報酬ってあんまり良くない気がするんだよね。全然出ない。まあ、とりあえず、行ってみましょう。一発目はなんだこれ、斧に挟まれて。どうした。まあ、斧はもちろんいらないよね。うん。凍てつく金属片。パワーシェイカービルドが使えるやつで、重要なのは重力と輝き。かな、重力、輝き、あと虚無かな。そのあたりが重要です。なんだアイテムボーナス2か3だったら OK だった。うん、補助的なやつをつけるといいんだもんね。下はなんとかなるんでよかったけども、2か、やっぱり3が欲しい。はい、次いきます。どう、お、あ、レイピア系が2つ出たね珍しい。まあ、レイピア系から見ますか。うん、まあ、ノーマルよりはユニークがいいよね。ということで、こっちから。下には重力と虚無はついてる。ああ、じゃあ、外れかな。ああ、輝き2か !2! さっきもこんな感じだったでしょ。3だったらよかったのよ。輝き3。だったら最強が作れる。輝き3に、重力、虚無、で、一番左を、スタンか、アイテムボーナス？雷でもいいよね。惜しいなぁ。惜しい。ネバネバ。もうすでに最強のやつを持ってるけども、まあ、もう一本ぐらいあってもいいか、なんだ。浮遊射撃。ダメですね。これには、もう大体決まってるもんね。クールダウンショットと、リフレッシュ。で、マルチショット、連鎖反応。そのあたりだよね。バーストボーストリング。はい、ダメです。次。はい。お、お、キンドラいいんじゃない？で、ちょっと待って。今日やたらレイピア系出るね。カリウドの契約はいらないっすね。うん、いらないやつ。いてつく金属片。また下に重力がついてる。輝きさんがついてくれればいいかな。あー、虚無、あり。虚無は、時間を置いたらダメージが増えるんだよね、どんどん。でも、速攻で倒していくやつなので、まあ、1でも2でも3でも、そんなに変わりはないので、ありだね。うん。これ最強のやつ作れるよ。虚無で、重力、で、輝きと、まあ、スタンとかをね、つければいいね。ああ、オッケー。で、ゴーストキンドラーだ。問題は。下には、有力なやつはついてない。うん。で、つきやすいフォーカス系もない。あ、これ、いいんじゃない？多分、いいのつくよ。オッケー！オッケー！大当たり、大当たりです。タンブルビーだね。タンブルビーは大当たり。いや、最高だわ、これ。うん、大当たりです。で、下に、クールダウン、ポーションバリア。で、羽ぴょんして使うので、ヘルスシナジーだな。うん、お、ゴーストキンドラーの最強が出ました。オッケー、タンブルビーがついてるよ。ゲットです。おー、初めて今シーズン出ましたね。どうだ？まあまあ、さっきね、いいのが出たんで、もうだいぶ満足なんだけどね。で、ピグリンの誇り。タワーではね、結構いいかなと思うんだけど、普段使いはどうなんだろうね。まあ、エンチャ厳選すれば強いのかな。テンポセフト、いや、テンポセフトじゃないな。使うならなんだろうね。まあ、とにかく火力上げたがいいから、クリティカルと追い打ちでしょ？で、マルチショットかな。あ、長弾は欲しいね。長弾欲しい。うん。
長弾、クリティカル、で、マルチショット連鎖反応とかかな。まあ、とにかく、火力もりもりで使えば、悪くはないのかな。まあ、次厳選してみましょう。太陽の愛。うん。メイス系は強くなったんだけども、まだちょっと DPS 測ってないですね。今度測ってみます。爆発はいらない。で、サブリューイング。火力が一番高い弓ですね。どうだ？爆発か！爆発つきがちだね。うん、弓に爆発は、いらないでしょう。うん、いらない。これも火力もりもりにした方がいいから。火力系がいいよね。で、弾数が少ないから無限つけた方がいい。次いきます。どうだ？お！お！今日なんかやたら出るぞ。うん、物がいい。本当に。タイタンは、強いんだけどちょっと微妙な装備なので、いりません。うん、ソウルビルドにはまあいいかなとは思うんだよね。回収する魂の 50% なので、いい感じなんだけども、いりません。ビーネストももちろんノーマルなのでいらない。問題はここ！クモの巣の弓。うん、ちょっと前に、加速がついたやつが出たんだけども、あれ、加速意味なかった。ダメでしたね。なので、これの理想は欲しい。下を見た感じは、まあ、無限ぐらいか、有力なやつは。これもワンチャンあるぞ。なんだ？あ、爆発！つきがち！爆発はダメです。もう、クモの巣の弓は、バブルバースターと同じで、決まってるんだよね。エンチャが大体。クールダウンショットと、バーストボーストリング。で、マルチショットと、連鎖反応か。それで大体決まってるんでね。いりません。次！はい。今日も頑張ります。スノーアーマーダメ。蝶もいらない。夜！夜はいいんだけどね。冬射撃は、合わないね。前冬射撃いいかなと思ったんだけども、実際使ってみたところ、そうでもないんだよね。確かに敵の攻撃は一瞬やむにはやむんだけども、それなら別の方を入れたがいいかなと思ってます。次いきます。さあ、それでは、良くないね。スライサーは、まあ、最弱の部類に入る弓です。もちろんいりません。で、ラストラーフも、これ最弱の部類に入るよね。これは使えないと俺は思うよ。で、ストームランダー。ストームランダーも、最弱の部類に入ります。ハンマー系ね、意外と使い勝手はいいにはいいんだけども、火力がないのよね、これ。火力がないの。もうちょっとね、一発200万ぐらいあればいいんだけども、とても、高難易度では使いにくいやつですね。はい。では、あと3回やります。3回。どうだ？いいんじゃない？まず、真ん中だけだね、いいのは。ダガーはいらないかな。で、爆発もいらない。不安定。これはね、ちょっと使いたい。下には、フォーカス系が2つある。で、最後の叫びもある。いや、これあるかもしんないぞ。あるかもしれない。どうだ？無謀1か。この無謀が入ると基本的にアウトです。特に1と2。1と2はもう完全にアウト。3だったら、使える装備もあるんだけども、まあ限定的だよね。無謀は、ちょっと、アウトですね。不安定のローブ。これがね、回避した時に爆発する、これをなんかね、使えそうな気がするんだけども、探しながら行きましょう。どうだ？おお、珍しいの出たね。北極狐。だったよね。北極狐だったよな。
ブロードソードも、まあ、いいにはいいんだけども、心を奪うものの方が、絶対強いと思うのよね。これ普通のクレイモアに、ダメージが 11% 上乗せされただけの武器なので、あんまりクレイモアと変わんないのよね。ならば、心を奪うものを使った方がいいと思う。まあ、若干の火力は上がるけどね。エメラルドノーマルだからいりません。北極狐だね、やっぱり。いや、でもそうか、狐と一緒なんだ、これ。色が違うだけか。いや、狐の防具はね、いらないんだ。いりませんね。で、霊気。まあ、あって損はない演者だけども、まあ、いらないかな。まあ、かっこいいから一応取っとくだけ取っときます。では、ラスト頑張りましょう。では、ラストでーす。ソウルフィストもまあ、いらないかな。あ、流れ込む魂2。悪くないね。いや、でも3だよな。5%、7%、9% だ、なんで、HP 回復が。やっぱり 7% と 9% じゃ、ちょっと違うんだよね。この回復系は確実に3が欲しいですね。使いません。ヘビークロスボウももちろんいらない。星なき夜、最近はちょっとね、使わなくなったんだけども、まあ、まだ強いっちゃ強い武器ですよね。攻撃速度が 20% ぐらいかな。落ちたんだよね。あれがちょっと残念。攻撃速度が前のまんまだったら本当に強いやつだったんだけども、強すぎたのでちょっと調整されたのかな。下にはリフレッシュダイナモがついてる。どうだ。あー、1か。3だったらば、いやでもクリティカルはいらないんだよね。いらない。理想の星夜はなんだろうね。リフレッシュダイナモで、痛みも合うんだよね。リフレッシュダイナモ、痛み、アーティファクトシナジーかな。それで多分火力モリモリになるので、一番いいんじゃないかな。はい。ということで、10周ぐらいかな？いつもよりちょっと短めにやりました。クリスマスなんで。はい。ちょっと料理作りたいと思います。で、今日は、昨日あれが出たよね。なんか出た。ゴーストキンドラーだ。はい。あれをちょっと今度使ってみようと思います。チェックもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。メリークリスマス。